ああ、カマちゃんだ。あら、サトシくん、どこ行くの？黄昏のカフェロイヤル。サトシさん、阪急百貨店の屋上で自動車レースがあるそうですね。はい、僕も出場します。どんなレーサーが出場するんですか？そうですね、ゼッケン1番が藤田ゆかり、2番が僕、3番鎌田照江、4番が西澤明です。サトシさん、勝てますか？まあ、ラテン系レーサーの西澤明がライバルですね。藤田ゆかりはね、運転がへったくそだから途中でリタイアするでしょ。鎌田照江もね、ここだけの話、所詮は雷族ですからね。まあ見ててください。
神戸土地の看板が見えますね。ああこれは大井町の駅前ですよ。天津甘栗理髪一番、懐かしいですねこの角ね。その右下に見えるのが理髪一番の入り口ですよ。これはちょうどね、東急駅に向かう坂道のところを映してますね。あ、左へずっと回ってきまして、ここは、あ、そうそう、ここね、今伊東洋華堂が建ってるんですけど、昔はね、闇市の跡地だったの。もう怪しげないっぱい飲み屋がたくさん入ってて、僕らちょっと怖くてね、足を踏み入れられなかったんです。まあ、不思議なんですけどね、税金払うあたりになると火事が出るんですね。何の目的で火事になったのかよくわからないんですけど、もう今となってはね、もう過ぎ去った思い出、というとこでしょうかね。左にもう今ね、洋華堂で見えないけど、まあ、東急線大井町線ですよ。立会川ですよ。そう、あのね、今蓋してしまったけど、昔はずっと川が見えてました。綺麗な川でしたよ。日によって赤くなったり青くなったり緑になったりね。匂いはすごかったですけど、まあそれも今となってはいい思い出ですね。これは駅前、なんか広々してますよね。暮れになってきました、日が暮れてきます。そうそう、昔はね、今と違ってね、夜はまだまだ暗かったですよ。駅前でもこんなもんだったの、本当に。いやー、なんか懐かしい風景ですね。